めっちゃ長くなった。結構久しぶりに黒髪にしてテンション上がってます。変えた理由みたいなのは中途半端な長さなんですよ。地毛がどこだこれかな。そう、ちょっと中途半端な長さで、それがちょっと嫌だなと思ってて、ずっとつけたかったんですよね、エクステを。前も2回ほどつけたんですけど、気分転換になりますね。すごい皆さんびっくりするかなと思ってちょっと最初に言っときました。変えました。今日は何の動画かと言いますと、海外でベースを弾いてらっしゃるベイビーさんっていう方がいるんですけど、その方の YouTube に先日出演させていただきました。ありがとうございました。めっちゃ嬉しかった。だから今日はそのベイビーさんにありがとうございましたっていうのを伝えるのと、そこから知ってくれた人に初めましてっていう感じの動画を撮っていけたらなと思います。本当にね、声をかけていただいてめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。ベイビーさんのチャンネルに出演させていただくのはありがたいことに2回目ということで、1回目が海外記者の動画を取り上げていただいてるやつで、今回がベースバトルっていう形式でベイビーさんと一緒にベースを弾かせていただいて、他の日本人のベーシストの方もいっぱいいらっしゃったんで、まだ見てないよって方がもしいたら概要欄に貼っているのでぜひ見てみてください。本当に嬉しかったんですよ、誘っていただけて。もともと知ってたんで、ベイビーさんのこと。ジョジョの処刑用 BGM とか弾いてらしたりとか、それのサムネをちょっと参考にしました。私はあれは真似しちゃったんですけど、私は英語は分かんないんですけど、それでもなんか編集とかやっぱ音楽って言語が伝わらなくても楽しめるからいいですよね。でもその出演させていただいた動画とかは英語が分かるスタッフさんがいたりして、なんて言ってるか和訳してもらったりしながらこう理解して動画を見させていただきました。どういう感じで出させていただいたかみたいな、最初こうデイビーさんが日本のベーシストたちとベースバトルみたいな企画があって、ぜひあなたもしてみませんかっていうお誘いをいただいて、ぜひお願いしますって言って誘っていただいたのが本当に嬉しくて、結構早めに送りたいなと思って急ピッチでフレーズ考えて送って、早めに送ったらデイビーさんがもうちょっと長い尺をあなたは弾きたいですかみたいなことを聞いてくださって、あ、ぜひやりたいですって言わせていただいて、ベイビーさんの動画に上がってるぐらいの尺を弾かせていただいたんですけど、それのなんか参考動画みたいなのを送ってくださったんですよ。それがめちゃくちゃ分かりやすい動画で、ベイビーさんがこう一人で弾いてらっしゃる映像なんですけど、私が弾くところはこうミナってテロップ入れてくれて、一緒に弾くところはトゥゲザーってテロップ入れてくれて、めっちゃ分かりやすい動画を送ってくださって、でベイビーさんめちゃくちゃ親切だなと思ってめっちゃ嬉しかったんですよね。このエピソードとかこういう動画を撮ってもいいですかみたいな、ベイビーさんにお聞きしたらいいですよって言ってくれたんで、今日はちょっと話してみました。めっちゃベースのフレーズがかっこよくて勉強になりました。特にスラップの今日の動画でも最初に弾いたんですけど、このフレーズがめっちゃ好き。このフレーズの切り口は私の中になかったと思ってすごい勉強になりました。めっちゃかっこいいフレーズ他にもいっぱいあるんで、耳を凝らして、目を凝らしてだよね、耳を凝らしてなんか言わないかでも耳を澄ませて聞いてみてください。今日はこんな感じの YouTube を撮ってみました。やっぱああやって上手いベースの方とこう交互に自分のプレイを聞くと、自分の中でのコンプレックスだったりベースに対するここができてないなみたいなところがやっぱ浮き上がって聞こえてきちゃって、ちょっとまだまだ頑張らないとなっていう気持ちになりましたね。モチベーションになります。本当に喋ってるだけっていうのもなんかあれかなって思ったんで、私がデイビーさんに送った動画があるので、それを最後に載せてこの動画を終わりにしようかなとか思うんですけど、ちょっと私だけだから物足りなさはあるかもしれない。今回本当に参加させていただけて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。まだまだベースを頑張っていきますので、皆さんこれからもよろしくお願いします。よかったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントなどぜひよろしくお願いします。 SNS は Twitter、Instagram、TikTok をやっていますので、ぜひそちらの方もよかったらフォローよろしくお願いします。デイビーさん本当に今回はありがとうございました。そして初めて私のことを知ってくれた方も本当にありがとうございます。そしてずっと応援してくださってる皆さんがいるからこそ、デイビーさんに私の存在を知っていただいたのかなって思うんで、本当にいつも応援してくださってる皆さんありがとうございます。それではまた会いましょう。バイバーイ。